はい、2021年11月、また11月、なんで11月って言っちゃうんだろう。はいはい、ぐーちゃん。はい、2021年7月の12日月曜日、うん、ここでふにゅふにゅ言ってんのはラビちゃんね。で、さっきのカンカンはくーちゃんね。うん、まあまあ。くーちゃん。くーちゃん？ちら。くーちゃん。くーちゃん今ノーパンだからそっちいるのね。一応ね、ハシボソさんたちがこっちにいるので、くーちゃんはね、これ ラビちゃんとじゃれててね、これ、これね、こことここをパクってしたのはくーちゃんです。どうしてもね、遊んでてもう体格差があるので、ラビちゃん 350g、くーちゃんは 600g なので、体重差、力加減がね、なかなか難しいよね。ラビが特別ちっちゃいカラスちゃんなので。ワンワンワン。はい、というわけで、北海道から来たカラスちゃん。うん、今日で3日目。はい。もうね、ケージから出したら自分で歩いてきて、よたよたね。で、ラビちゃんのこうラビゾーンに来たから、うん、なので2つね、これね、2つ用意してあげました。今のところ本当になんか近くがいいみたい、一緒にいたいみたい。そしてやっぱ北海道から来たからなのか暑いみたい。うんね、ラビタ、うん、ラビタ、うんうんうん、ラビ後輩できた。うんうん、ラビと同じ種類、うん、ハシボソガラスちゃんだよ。うん、仲良くできしょうかな。一応ね、威嚇したりはしてなかったのでね。うん、ワン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 、うん、あ、暑いのね。なのでここ、うん、窓がね、うん、開いてるから、ここ風が来て気持ちいいのね。うん。どうすんの？ちょこちょろちょろ歩きにくい。おー、すごい！おパンツつかないとね。もうね、パンツの替えがなくなっちゃったから、つかなくちゃいけないんだけど。ちょっと大きいけど、くーちゃんのを借りてます。ね、はい、そして名前が決定しました。まあ、その前にこの子がうちに来る、どうしてね北海道からここ千葉県までやってきたかっていうのをちょっとお話ししようと思います。というわけで結構アクティブ。これね、右足が結構内側にね、この骨ここのね、ここの部分がもうすでにちょっとね、変形しちゃってる。なので左右の足の長さも違うので、骨がねもうその変形したまま、うん、育っちゃってるから、完全に歩けるようになるのはもうこの子の場合はもうちょっと無理ですね。あとは指がどこまで使えるようになるか。で、このくちばしはくちばしじゅれてんのね。上のくちばしがね、全体的にちっちゃいんですね。うん、うまく育たなかったのね。まあ、それは成長段階でどこまで良くなるかね。ラビー、あいつガンガン来るね。ね。うん、あんま遠慮してくれないんだよね。ね、ラビー。ラビーちゃん、うん、困ってんの？うん？だってさ、くーちゃんとかさ、タビちゃんにはさ、威嚇したりするじゃない？ラビー。でも、新入りさんのあの子の方が弱そうだけど、なんか気使ってあげてんだね、ラビーね。偉いね。うん、偉い、ラビー。もう
男性が、うん、ポーちゃんはもうあのひなちゃんの上から離れない。大変。はい、そしてこのカラスちゃんがうちに来たいきさつなんですけども、うんね、もう皆さんおなじみのマラビちゃん、まったりでお膝の上に乗っかってきましたよ。いや気持ち開くんですか。ラビは賢いね。新しい子を攻撃すると自分がね怒られるの分かってるから、それよりも自分が甘えるという作戦に出るというところがね、またこれしたたかでね、賢さがねよく分かりますね。ねラビくーちゃんとかタビちゃんにはガーガーってね、あと父ちゃんにも怒るけどね、威嚇するのにね、あの子には優しくしてるんだよね。ラビ賢い。はい、というわけで、札幌カラス研究会中村真紀子さんの、ご指名をいただきましてね、足に障害のある子がいるので引き受けてもらえませんかっていうご相談を受けました。で、実はこの子が保護されたのが6月の30日とかだったっけな、なんか6月のなんか月末でした。で、この子の兄弟たちはもう10日も前からねもう巣立ってしまって、でこの子だけ取り残されてて、でどうも巣から立ち上がってる様子が見れないということで、もしかしたら足に障害があるかもしれないので運よく保護できたらお願いできますかっていう形でお話をいただいてました。まあもちろんね、無事保護できましたらお引き受けしますということで、まあ、一番いいのはね、あの足に何の障害もなくそのまま兄弟たちから遅れても、まあ、無事育てるのが一番良かったんですけども、まあ、どうも立ってる姿が見られないということで、まあ、足に障害があるのは確実かななんていうね感じでしたので、兄弟たちから遅れること10日遅れてから巣から飛び出してみたら、他の子たちとね同じようなことができない、うん、足がねこんな感じで、もともとね、あの巣にいる段階で障害があるかもっていうのは分かってましたので、この保護ねしてくださった方がもう下準備素晴らしいですよね。保護することになるかもということでね、準備をちゃんとしといてくれてね、ハムスターフードとかも用意してくれてたそうです。うん、まあ、来た時にね猫臭かったので、なんか猫ちゃん飼ってるお家だったので、なんかキャットフードでも盗み食いしたなと思ってたんですけれども、ちゃんとねハムスターフードであのお世話していただいてました。ね、匂いがきっと映っちゃったのね、お魚の匂いがね。で、私の方もですね、うちに来るまでの間に10日ほどありましたので、まあ、うちもあの急遽ねネクトの MSA とあと、ハムスターフードとスプリームをちょっとブレンドしたものをすぐ送って、あと駆虫薬もね、ね、うん、マキコさんにお願いしてね、ちゃんとレボリューションでね駆虫してもらって、うん、はい、万全のね準備を整えてうちにやってきましたね。皆さんのね本当協力、まあ、あの日頃からね巣を気にかけていただいてた保護主さん、あとあの手続きとかねいろいろしてくれた札幌カラス研究会のマキコさん、ね、いろんな方の、あと、空港からですね、カラスちゃんねどうやって北海道から来たのって思ってる方多いと思うんですけども、どうやって来たんでしょうね。ね、落ち着かないね。で、札幌カラス研究会の手続きで特別にカラスちゃん飛行機乗せてもらえるんですね。これ本当特別、マキコさんだからできる
とね、空輸で飛行機に乗ってやってきました。はいよ、どうぞ。よく食べるんだよね。もう自分で食べれるのね。ラビちゃんご飯取られちゃってるけど来ないの偉いね。ラビのご飯なのにね。うん、偉い。ラビ偉い。ラビちゃん内輪が大きいでしょ。素晴らしい。で、空輸で北海道だから千歳空港から羽田に到着。そして羽田からですね、ここまで、保護仲間がですね、車で運んでくれました。アクアラインを通ってきましたよ。すごい渋滞してたそうで、なのでもうほんといろんな方の協力、もうカラス愛素晴らしいよね。なんかちょっと涙出ちゃうよね。痛いよラビッタ。この子をね救うために保護主さんが保護していただいて、10日間面倒見てくれて、でさらにその空輸代、うん、運ぶ輸送費、あとこの子を入れるためのキャリーケースとかね、全部の保護主さんがご負担していただいて、そしてさらに羽田空港から保護仲間がここまで連れて、せっかくのねお休みをね使って運んできてくれたという、本当にね、君はいろんな方のラビタビタのね、いろんな方の協力で我が家にやってきました。なのでもうね、そのうんね、皆さんの思いを無駄にしないようにね、何にしろこの子の一生がかかってますので最善を尽くしたいと思っております。で、名前発表、いつもね顔を見てから決めるようにしてますので、結構引き受けるっていうのが分かってから日数があったんですけども、まあ、顔を見てからにしようと思ってね、でいろいろ考えまして名前決定しましたよ。名前は、うん、こっち向いてください。はい、こっち来れる？あ、真剣になるね。うん、はい、お名前はわじゅうちゃんです。わじゅう、うん、わじゅう、まあ反応しないよね、初めて聞いたと思うので。わじゅう、わちゃん、わたん、痛いよラビー、やきもちすごいね。ラビたん、ラビかわいい、ラビー、うん、わばん、はい、わーちゃん、わじゅー。まあ、字の方はですね、羽という字に重なると書いてわじゅになります。まあ、重いっていう字ですね、重なるっていう字、わじゅ。なんかね、この子を見た時にジュラに顔がなんとなく似てるなと思ってね。うん、ね、今返事したね。なんか似てませんか、なんか 目という目がなんかジュラっぽいなと思って。で、昨年3羽足の不自由なカラスちゃんたちいたんですけども、ジュラ重なるに楽しいと書いてね、ジュラ、楽しいことがねいっぱい重なっていきますようにということでジュラと名付けた子と、あと兄弟で引き受けた子たちは千樹天樹、一本二本の線ね、こう線に重なると点が重なるで、千樹と天樹、千ちゃん天ちゃんで、みんな十が重なるがついてたんですね。で、その足に障害のあるその子たちはもう全員普通に何の問題もなく歩けるようになったので、なのでこの子もね、うん、うんち、はい、うん、すごいとしたね。この子もね、足が少しでも良くなるようにと思って、まあ、そこから名前を
重なるという字をもらったっていうのと、あと先ほどお話ししたようにいろんな方の協力と思いで私につながってきてますので、その思いが重なったっていうこととかね、保護主さん、札幌カラス研究会中村真紀子さん、そしてうちに運んでくれた保護仲間、みんなの協力と思いでうちにつながってますので、それもね合わせてこの重なるっていう字がいいかなと思いまして使わせていただきました。で羽、まあ、当然ながら羽カラスなんでね、羽、この子はね羽翼は何の問題もないので飛べるようにね、もう羽使ってピョンって移動できますので、まあ、しっかりと羽ばたける子になってほしいということと、あとね羽田に到着したしねね、飛行機に乗ったカラスちゃんということでね、まあ、そんないろいろ思いを込めまして羽に重なると書いて和獣と名前を付けました。うん、ラッピー何持ってきたの？うん、なんか持ってきたね。何これ？うん、なんかくれたの？うん。うん、はい、というわけで、ちょっと長くなりましたけれども、ハシボソガラスの和獣わーちゃんね、皆様よろしくお願いします。うん、ふいラビタンの焼き餅が大変だねこれからね。うんうん、はい、足ここのけの、うん、うん、でもなんかライバルがいるとすごい 上達、うん、うん、よしじゃ乗っかってきた。ライバルがいるとね、どんどん良くなるのでね、くーちゃんも全然歩けなかった時は鏡の中の自分と戦ってみるみるね。あ、返事してる。はいはい、くーちゃん、くーちゃんも良くなったのでね、これ リアルなライバルがいますから、どんどんね良くなっていくと思います。